はいはいはい、皆さんこんばんは。こんばんは。あ、はい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 っていうのあれなんですね、毎回言うんですね、冒頭のところで。そうですね、毎回確かに毎回そういうの確かに言ってるな。はい、いや今日ね、ちょっといろいろあって、僕の誕生日会をこのね、スペーシャの個室でね、開いてくださってるということなんですけども、なんと、もうびっくりですよ。もう本当に心臓が飛び出そうなぐらい緊張してますけどね。あ、そうなんですか。いや、本当緊張しますよ。あ、そうなんですか。絶対しますよ。だからそのただの大学生じゃないですか、別に。いや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 、大丈夫。絶対違いますよ。あ、いや、もう皆さんも知らない人なんて一人もいないでしょ。いや、てか知らないなんて言わせないですけどね。うん、まあ、スーツさんが来てくださってるということでね、本当によろしくお願いします。でも そんなね、だ僕だって1年前はチャンネル登録が7000人とかそんなでしたからね。あ、いやいやいや、そんな、そんな変わんないですよ。いや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 、でも今す7万人、8万人今はそうなったけどみたいな。そう、いや、本当にもう緊張しますけどね。じゃあ本題に入らないですね、余計ない、ね、じゃあ本題どうぞ。じゃあ今日はね、僕のチャンネルでこれ動画撮らさせていただいてるっていうことで、じゃあちょっとスーツさんにね、僕が抱いてるちょっと疑問をね、はいはい、何点かちょっと聞きたいなというふうに考えてるんですけど、よろしいですか。あ、いいですよ、感想も。じゃあちょっとね、まあ、まず1点目、なんでしょうかね。じゃあ、まあ、どっから行こうかな。やっぱりね、じゃあちょっと、まあ、やっぱりね、動画をね、YouTube 上げてるということでね、なんか、なんだろうな、どういう動画を作ろうっていうのを、普段考えてますよ。絶対視聴者が飽きないような動画を作ろうと思う。はいはいはい、飽きない動画。だからもう余計なシーンは一切なく、なんか無駄がないみたいな。ああ、今なるほど、ね、そんなに早口で喋ってないじゃないですか今は、うん、はい、でも動画ではもうなんかこんな感じの早口で喋ってるじゃないですか、うん、全然スピード違いますよね、うん、でこのスピードもやっぱりゆっくり喋ってると飽きちゃうかなと思って、うん、普段は早めに喋ってるんですよ。なるほど。じゃあ早口で聞き取れないっていうよりもやっぱりそのたくさん喋って その飽きさせないというか、まあ、情報量を。そう、まさに。なるほど。なんか僕とやっぱ全然考え方がなんか違って、なんだろう、僕はなんだろう、とにかく視聴者は電車が見たいから、うん、電車を適当に言っちゃあれだけど、あ、電車を、まあ、たくさん映すかとか多いかなと思って。あ、でも確かにそれは確かにそうですね。まあ、だけどやっぱりね、自分の顔を映すっていうことで、なんだろう、それで認知度もだいぶ上がってらっしゃると思うし、でも僕もやっぱり自分の顔ばっか映して説明をするようなシーンっていうのは、はいはい、あんま長くない方がいいなと思ってます。ああ、なるほどなるほど。あ、そうなんだ。やっぱりじゃあ電車を見たい人のための協力をしていらっしゃると。そうなんですね。やっぱそれがチャンネル登録者が増える秘訣ですよ。皆さん、わかりますか？ガミさんだって実際増えてんだから。いやいやいや、もう言えることですよ。いやいや、まあ、まあ確かに、まあ、1万人は普通いかないから。いや、まあ確かにそうなんですけども。いやいやいや、でも、ね、本当行動力がもうとんでもないなというふうに考えてるんですけども。ね、最長往復切符も。でも、ガミさんだって最長片道切符やったんでしょ？知ってますよ。やりました。もともと知ってるかどうかわかんないけど、はい、YouTuber やる前から僕らなんか Twitter でお互いに YouTuber やる前からそうですね、なんかフォローみたいなやつだったじゃないですか。僕覚えてますよ。本当ですか？だから最長片道切符達成の回だったから、はい、じゃあ僕の認知度はもうそんな前から。だから僕が YouTube に始める前から知ってましたよ。本当ですか？いや、それはすげえ。普通に知ってました、知ってました。意外というか、本当あれですよ、なんか400系かイオン、違う、イーサンの翼、はいはい、銀の翼のあれじゃありませんでした、前アイコン、ツイッターの。あ、ありましたですよね、そうそうそう。これで証拠が出た。本当ですか？そう、本当に知ってたんですよ。いやー、マジか。それ本当嬉しい限りで。いや、よかった。ありがとうございます。なんだろう、他にもちょっといろいろ聞きたいことがあるんですけど、何でしょうかな。やっぱりね、結構稼いでらっしゃるじゃないですか。はいはい。まあ、やっぱりもう、なんだろうな、動画を撮るのに結構旅行とかっていうのはもう仕事感覚でやってるし、はい、もうそれをもう仕事にするって話を聞いたんですけど、それに対してどう思ってるのかとか。あ、仕事にすることについて。もう就職しないよっていう話を聞いたんですよ。まあ、じゃあすごい、ま、真面目というか現実的な話をしてしまうと、はいはい、もし YouTube が僕が一生分の生活費を蓄えられたら、はいはい、まあもう関係ないじゃないですか、あとは YouTube がどうなると、まあね、うん、それまでに僕自身が潰れたりとか、はい、それから、あとは何だろうな、まあ、そうじゃなくても YouTube とか、 なんかそういう稼げるような環境がなくなった時のことを考えて、はい、今のうちにある程度ちゃんとお金を稼ぐような人を見つけて、はい、その人と結婚して、もし僕が何ですか、これ潰れてもこう扶養してもらえるように、はい、で逆に僕がそう成功したら扶養してあげるからみたいな、なんかそういう感じで相手を見つけておけばいい保険になるかなと思ってます。ああ、じゃあそういうお相手もいるってこと？いや、相手がいるわけじゃないんですけど。そういうわけではない。そう、いるわけではないけど、まあでもそれに値する人がいたらみたいな感じですかね。ああ、なるほどね。まあやっぱり、まあ、共働きという
そうだから共働きができる人じゃないとちょっとあれですね、うん、ああなるほどね、聞きましたかスーツ信者の女性の皆さん多分そのほとんどねあの 0.2% ぐらいしか適齢はいないと思いますけどねでも女性の視聴者って結構いるんでしょ。いや多分いやちゃんと見てないけど確かに結構前に見た時に、はいはい、若い女性の視聴者ってなんか30歳から10何歳から30歳までで全部足しても 1% いなかったんですよ、はいはい、あそうなんですか。そうそう、じゃあもうやっぱりほとんどそうですね。あの女性で多いのは40代50代ぐらい、ママ鉄世代は多いですね。ああなるほどね、ママ鉄でとりあえずね電車の動画をなんだろう子供に見せてっていうか、ね、とかそうそう、あと親子で楽しむって人も中学生ぐらいだと多いらしいんですよね。ああはいはいはい、そうで人が見てくれるみたいな。あなるほど、やっぱそうなんだね。やっぱ電車の動画上げてたらなんだ女の子に持ってないというかそんな感じのところはねありますかね。あまあ確かにそれは残念ながらあるかもしれないあともう一個気になってるのは、はいはい、あの僕その YouTube で、うん、ライブ配信っていうのを結構力を入れてやってるんですよ、はいはいはい、でこれはもう僕にしかない何だろう、まあ、アイデンティティだとか勝手に思ってて、でそれをもうスーツさんに取られてしまっては僕はもう立場がないと思ってるだからそのライブ配信を今後やる予定はあるのかどうか。いや実は全くないんですよ。ないんですか。そういやっていうのは僕自身がライブ配信のメリットをあんまり感じてなくて、はいはい、僕は人のライブ配信って基本見ないんですよ、はいはいはい、っていうのはあの自分の時間で見られないし、うん、あの夜の、あの、まあ、例えば夜とかね、みんなに見せればいいのかもしれないけど、うん、でもそれよりはやっぱライブって再生数あんま上がんないじゃないですか。まあ確かに、ね、生で見ないと。そうそう、うん、っていうことを考えたらっていうか、あとはそうかな、自分の価値観としてテレビ の、はい、あの生放送とかなんかやってんのありますよね、はいはいはい、でも なんで生放送してんのかなみたいな感じで、僕はあんまり生放送、僕個人がですけど、はいはい、別に見てる人が悪いって言うんじゃないですよ、うん、僕個人があんまり生放送っていうものに対して魅力がないから、いまいちやる気にならないのかなっていうのと、魅力がない、稼げないっていうこと。あ、まあでもあの稼げるんだったらやるかなもしれないですよ、うん、まあでもスーパーチャットっていうのがあるから、そうですから、うん、でもね、スーツさんだったらね、スーパーチャット結構来るんだ、ガミさんでも来るし、スーツさんそのもう、スーツさんだって一回やればそれだけでも相当稼げるんじゃないかなと思うんですけど、でそんだけ喋るのがね、でも上手いんだから、でやっぱ視聴者もだいぶ来ると思うし、まあただ あとは言うと、はい、あの最長往復切符やってた時は、はいはい、多分それあったらすごい助かったと思うんですけど、はいはいはい、まあ今は別にそこまでしてもらうほどにはっていう感じなんで、うーん、あのまあ自分の動画の収益、広告収入だけで全部賄えてるから、多分ガミさんも別にそれ目的でライブやってるわけじゃないと思うんですけど、いやもちろんそうです、そうですよね、うん、だからあの別にそれで儲けなくてもいいかなみたいな感じですね。ああなるほどね、あそういうことか、じゃあ別にそっか、もう結構稼げてるからもうあれか、もうスーパーチャットで稼ごうというまあ、そうですね、あとあのやり方が実際よくわかんないんですよ。あ、本当ですか。いや、毎回いやあのマジですか。毎回ね、言われてあの、はい、そんなにやってほしいんだったらやるかと思って、これちょうど昨日買ったんですけど。あ、昨日買った新型の。そうなんですよ、まあ、あの中国系の安いやつですけどね。いやいや、本当ですか。そう、なんでやってみたんですけど、よくわかんなくて、まあ、いいや、ぽいみたいな感じで、まあ、じゃあもったいないですよ。え、でもそれで、あ、そうなんですかとか言っといた方が僕がやらなくなっていいかもしれないじゃないですか。いやでもじゃあやってみるかと思ったら、いやでもやっぱりね、第一は視聴者のことですから、まあまあね、視聴者が見たいってんだったらそれもやった方がいいと思うし、まあまあ確かに、あ、視聴者の皆さんから要望が来るんで、そんないいんですか、そんなあの鼓舞するようなこと言っちゃっても、いや全然、はい、てかね、本当もう僕は視聴者ありきの YouTube さんで、ああ偉いですね、まあ、まあ、僕もそうだと思ったんですけどね、もちろん別に、うーん、まあね、いやまあそういう考え方がね終わりということでね、いやまあ僕の考えで言うと、やっぱり旅の様子をリアルタイムで載せられるっていうのは、それはすごい面白いんじゃないかな、そういうこと。いや僕ね、リアルタイムで載せると、あ、そうですね、立場的に、ね、そうなんです、結構ね、やばいですよ、リアルタイム、そう言いたいね、すみません、でもガミさん来ないですか、結構1万人いたら。 LSE の時来たじゃないですか。まあたまに来るんですけど、うん、いややっぱでもね、これって、まあ、ライブしてる、あ、ライブ、そうしてる後に来たんだけど、うん、まあでもやっぱりそんな全然ね、個人的な何旅行の影響とかそういうのはないから、僕は全然もうむしろもう来てほしいという、あ、なるほど、立場ですんで、あの往復切符の時に結構なんか、はいはい、あの予定を公開してたらなんか一度に 7,8 人とか集まった時があって、偶然にも、結構、はい、そうするとまあそれはあの来る分には僕はもちろん来てくれることをね前提にしてるからいいんですけど、はいはい、あんまり大人数集まっちゃうと逆に来た人もその中だけで気を使っちゃって、そうですね、そう、あの多分バッティングあるでしょ、経験あるでしょ、それも、ね、そう、それもちょっと相手に悪いなと思ったしね、それもあるんですよね。なるほど、じゃあやっぱりね、まあ、視聴者のことも考えての、そう、別にあの何でもかんでも金だと思ってるわけじゃないですか。いやもちろんね、うん、そういうことだと、そう、まあ本当に金のことだけ考えたらここ来ないですからね。
いやまあ、まあ確かにね、その儲かるとかそういう話じゃなくて、ちょっと今日試験前だから実はね結構忙しかったんで。マジか。でもいいですだから、あの特に大したお祝いできてないけど、逆に来てくれたらお祝いになるかなと思って。いやもう本当来てくださってるだけでもう、そういや喜んでくれて僕も嬉しいです。本当すごくもう光栄ですよ。うん、ありがとうございます。ということで、じゃあ他になんか僕だけね、いろいろ聞いちゃったんですけど、なんか他にいろいろ聞きたい方いらっしゃれば、あったら答えますよ。うん、なんかありそうな、ね、いやいや、よく喋ってるってことだよ。あ、そうか、それは聞きたいんだけど、そう、ヒロ君っていうのは一応僕、ガミレスっていうなんか勝手に言ってるんですけど、彼とはどういう関係なんですか？最長往復切符のすごい初期ぐらいにあって、あ、そうなんですか？1回目の、ボフクロですかね。あ、袋であったんですか？そうですね、確か。そうで、それからあの、ね、なんか2回目とかで回って結構いろいろ手伝ってくれたりしたんですよ、その時。ああ、なるほど。そう、うん、で、あ、じゃあよかったらまたみたいな感じで、じゃあやっぱりなんだろう、子さんの視聴者を大切にする傾向っていうのは、そうですね、僕はあのツイッターの、あのフォロワーがなんか確か2万ぐらいいて、でフォロワー2千ぐらいしかしてないんですよ、確か。そうですね。そうで、あれってなんか結構 YouTuber みたいな人だと、あのフォローを返さない人っているじゃないですか。なんかフォローがなんか1人とかでフォロワーが何万とか、はいはい、僕ああいうのはあんまり、ああいう風には本当はしたくないんですけど、うんうん、ただその本当に最初の時に大事にしてくれた人を、あの見てくれると今でもその感謝の気持ちをと思って一応あのフォロワーあれで止めてるんですよ、フォローは。そうなんだ。じゃあもうメインのスーツ赤の方はそれで止めてる。そう、あの、まあたまにもちろんあのフォローすることはもちろんあるんですけど、別の理由で、はいはいはい、基本的には、うん、あのフォローはしないですね。あ、なるほどね。やっぱそれはね、僕もありますよ。はい、お子さんのね、古くから見てくださってるっていうのはやっぱ大事にしたいなということで、うん、まあ、彼らがやっぱそれに値するので、うん、やっぱり幹事のメンバーとしてね、うん、やっていただきたいなというのがあったんでね、やっぱそれはありますよ、視聴者の皆さん。今から見始めるのが悪いってわけではなくて、そうなんです、うん、そうなんです。あくまでやっぱり古くからって大事っていうだけで、やっぱりこれから見るっていうのがすごく大事だと思うし、そこからずっとね、スーツさんを見てくださればそれだけでもね、印象は良くなる。そんな僕の宣伝しないで自分の話でやるの自分の動画なんだから。いやいや、じゃあちょっと最後に、じゃあ僕というか他のそのなんて鉄道系の YouTuber についてどう思ってるかとか、はい、ああ、まずじゃあガミさんに対しては、はいはい、確か、就活終わったんですかってこれ聞いて大丈夫ですか？あ、僕は終わりました。終わりました、はい、就活終わった後 YouTuber はどうするんですか？まあ就職した後ですか？はい、まあそれはまあやっぱりいろいろ考えたんですけど、まあ自分の無理しないペースぐらいで、まあ投稿はできればいいかなと思ってるんですけど、まあやっぱり今毎日投稿してるんですが、やっぱ毎日はさすがにきついんじゃないかということで、まあでもやっぱりね、こうやって動画待ってくださる方がいらっしゃるので、まあその人たちのね、心は踏みにじるわけにはいかないということで、まあ動画はまあ結構力を入れたいなというふうに考えてます。今後もやっぱ継続はするってことですね。間違いません。そうですね、うん、そんな感じでいいお知らせで、あと僕実は、はい、あのなんだっけ、ごめんなさい、綿貫さん、あ、そう、綿貫さん、そう、綿貫さん、綿貫渡るさん、そうね、確かね、はい、と実は僕はあの結構あの最長往復切符のまたオールぐらいで会ってて、あ、知ってます、あ、知ってます、はい、そうそうそう、だからあの人ともね、またよかったらあのね、YouTuber やれてるじゃないですか。はいはいはい。だから僕もあのまあ誰だも今度お会いしたしはい、はい、あの時結構なんか僕いろいろしてもらったんですよ。なんか美容商品券5000円ぐらいもらったりとかして。え、そうなんですか？実は僕結構感謝してるんですけど、でもまあ僕から連絡すれば多分いつでもね、あの返事返ってくると思うんだけど、それだからまだなんか3人とかで会ってどっかでなんかやりましょう。あれ、確かですか？渡辺さんは僕は彼の顔は知ってるけど、彼は顔は出してなかったですよね。は、出してないです、ね、出してないですね。あ、じゃあ、はい、あの顔出してないね、あの1人とあの出してる2人でもいいや。ああ、なるほど、うん、なるほど。じゃあそこでね、またじゃあ渡辺さんと僕とね、スーツさん良ければ、ね、うん、来ていただきたいと思います。最強期待ですよ。ちょっとあの秋口以降になっちゃいますけどね。あ、いや全然時期はもういつでも構いません。そういうことでね、はい、うん、やっぱりじゃあ他の方をなんか応援したいとか、なんかもう独断じゃないですか、もう正直。あ、僕らも8万人ぐらいで、もう独断の状況の中で、そのなんていうんだろう、もう今後 YouTube に動画上げる人に向けてとかアドバイスかなんかあれば。じゃあマジで本当に言っちゃうと、はいはい、あの僕のあの今のなんかこの何ですか、これをなんか脅かすようなことがあったら僕もちょっとやばいなと思ってるんですよ。あ、まあまあ、正直言っちゃうとね、あのだから僕よりもっとすごい面白いような動画を出せましたら、出てきたらちょっとこれやべえなと思うんですけど、まあそういうんじゃなければ、あの何ですか、あの競合とか、あの僕の再生数が減るとかやったらちょっと心配するけど、はい、そうじゃなければもうぜひあの何ですか、あの僕も応援したいと思うし。ああ、なるほどね。あの本来
りやっぱね、みんな多分好きで動画撮ってる人が大半じゃないですか。だからあの楽しむために動画撮るっていうことはもう全然そうですよ。 でそれとあの視聴者がそれを楽しんで見てるんだったらもう最高じゃないですか、お互い。いやもう本当その通りで、もう好きなことを継続してれば絶対誰かが見てますから、でそれでもうずっとそれをね、一回でやめないで、もう、なんだろう、視聴者数が少なかったとしてもそれを継続してあげるっていうのが大事だと、まあ、思いますので、本当にこれ見ててね、やろうという方はぜひ頑張っていただきたい。あのじゃあはっきり言っておくと、あの再生数が少なくても別に僕はいいと思います。だってあの、まあ、お金儲けるためにやってるんだとしたら少ないとお金が入らないからそれは問題ですけど、はいはいはい、でもあのみんなに見てほしくて、でみんなもその人を見たいと思ってきてるんだったら、なんかたまにあのなんかチャンネル登録者が少ないからとか言ってなんかあの謙遜してる人がいますけど、 でもあの今いる人といい関係が築けてるんだったら、はい、別に人数の多い少ないは本当に関係ない。そうなんですよね。いやむしろ本当その通りだと思う。それは本当にそうだと思うんで、いや登録者なんてやっぱり動画を上げてればついてくる。あ、そう、うん、それは ありますね。自分 の、 あ、 のあれがあれば、基本増えていく。そうですね。やっぱ信念を負けずにやっていただければなというふうに思います。僕は結構聞いたんだけど、じゃあ若葉なんか、じゃあ動画を撮っていく上で、オープニングっていうか、オープニング、やっぱなんか彼もなんか自分の挨拶みたいな、なんかハイスって挨拶やってるんですけど、 あのやっぱりなんかオープニングとかってスーツさんってなんか決まってたりとかするんですか？僕は多分こんにちはって言ってると思います。やっぱりそれだけです。多分冒頭の1秒間のこんにちはぐらいですね。あの例えば、あのこんにちは、ここは東武鬼怒川線の鬼怒川温泉駅でございますみたいな、なんかそういう感じですよね。で実は朝でも夜でも基本的にこんにちはなんですよ。ああ、もうそれはもう変えないで、まあなんとなくそれがいつもの習慣になってるからそのままにしてるだけなんですけど。へえ、なるほどね。じゃあ別にそんな、なんだろう、決まったやつをなんか自分なりで考えなくても、あ、ね、でも最後に僕はあの最後まで見た人にはご視聴ありがとうございましたって言ってます。まあね、一番最後にあの、もう車内販売で、まあいるものはないですね、別にこんだけ揃ってるからそう、全然食べてないけど。そうですね、じゃあせっかくなんだ、まだあと2分ぐらいある。てか僕一つ後悔してるのがあってさ、僕ヒゲ剃ってくれよかったの。ああ僕も剃ってないですよ。剃ってないですか？でも生えてないじゃないですか。そうですか。いや僕は結構触っててなんかザラザラするなみたいな感じですけど。どれぐらいの頻度で剃ってますか？分かんないですね。僕本当ズボラだからね、なんか最後に剃ったのいつだっけなみたいな感じで。でも多分2、3日前ぐらいに剃ったのかな。そうなんだ。もう1日全然伸びてないから。ああ結構大変ですよね。こんなにもスーツさんに会うんだったらちゃんと剃ってからよかった。ということで、じゃあ食べない？もうそうなんです。じゃあいただきましょうか。これちょっと映してくんない？なんかケーキよくまだなんか増やしませんか？ああね、せっかくだから。なんかちょっとお菓子。すいません。あ、すいません。一番の大物が行ってしまったよ。そう、せっかくそう僕のやつね作ってくれたんだけど、持ち方がさ、これ直角に持っちゃったから。そうですね。一回こうやつだ。私これですね。僕のこの何名前せっかく書いてくれたけど。僕のこれが。はい、じゃあということで、スーツさんにね結構貴重なお話をねお伺いしたわけなんですけども、で最後に一つなんですけど、はい、あの僕のこの動画の中で、はい、あの天国と地獄旅っていうのをやってるんですよ。はいはいはい、でその中で僕が勝手にその、はい、なんだろうね、もうグッズを作ってしまったんですよ。天国ストラップってやつと地獄ストラップってやつ、はいはいはい、これをねぜひともスーツさんにあのプレゼントさせていただきたいなと。なるほど。それじゃ あのまた天国と地獄旅やりましょうよ、それで。またね、地獄旅できるんですか？僕実際あれですよ、だってエグいですよ。僕秋田からあの八代まで全部普通列車で村田から行ったから。マジですか？見た見た。だから並大抵のやつでは僕は地獄にならない。ああさすが。いやもうとてもね心強いということで。いやじゃあマジか。じゃあ今度本当機会があれば、はい、天国と地獄の旅に。ああ全然、ね、本当ぜひ。最強だわ。どんな地獄があってもなんか耐えられちゃうかもしれない。逆に面白くないかもしれない。徒歩で行けとかそういうわけじゃなければそういうやつの方がもはやいいかもしれない。すごい。もう電車だともうね通じないからっていうことで。うん、まあじゃあそういうことで、まあ、これを作ったので、あのじゃあねどっちかプレゼントをしたいと思います。あのじゃあこれであの次回にあの天国と地獄どっちにするか今決めませんか？ちょっと今も決めちゃいますね。おーい、マジか。じゃあということで、なんとねこれを引いて出た方があの今度あのスーツさんと地獄の旅をやるということで今急遽決まったわけなんですけども、あのじゃあそのルートはまあじゃあとりあえず西の方に行くんですけど、あの天国の方
方は、グリーン車、新幹線のグリーン車に乗って、もう本当一直線で、西の方に行くということでやっていきましょうか。じゃあ天国の方はね。で、じゃあ地獄の方になったら、深夜バスを可能な限り乗り継いで、西の方に行くということで。なるべく多い回数深夜バスに泊まって西の方に行くと、ね。そうですね。まあ3泊ぐらいになりますけど。大丈夫なんですか本当に。いや、わかんないですけど、よろしくないでしょう。わかんないですか。じゃあ、袋あるんで、袋でじゃあ。こんな感じ。じゃあ、くじくじ。ガミスタイル、ガミスタイル。ガミスタイル。これ何の袋？いや、なんでもないですよ。遺体の知れない謎の袋の中に。いや、綺麗綺麗綺麗ですよ。これ逆にガミさんが3泊するとかになったら、それはそれでいいんだ。それだったらなんか、通常営業じゃなくて、なんか一応移動か。いいですね、わかりました。はい、じゃあ、じゃあ、一緒に行った方がいいんだよ。じゃあ、一緒に行ってきます。一緒に行きましょう。はい、一個ずつ。じゃあ、見ないで。じゃあ、目つぶって。じゃあ、もう撮りました。これでいいですか？はい、じゃあ僕も決めました。じゃあ、これで引っ込みますね。はい、じゃあどうしよう。じゃあ先に視聴者が見る方がいいですかね。ああ、なるほどね。僕はまだ見ないで。じゃあこっちでオープンすればいいですね。そうですね。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ、発表します。じゃあどうぞ。おお。おお。これで。あ、いや、こうですね。これ逆ですね。逆ですね。逆ですね。これでじゃあ分かったということで。これでじゃあ僕も見ていいわけですか。見ていいですか。じゃあ、はい、じゃあ視聴者の人はもう分かりましたでしょうか。はい。じゃあ見ましょうか。はい。せーの。うわあ！こんないいか。普通の動画じゃんもう。普通の移動動画じゃん。ね、僕が苦労した方がなんか動画的に面白かったかもしれないけど。いやそうですけどね。でもくじ引きは絶対なんです。いやもう絶対です。やらせ話です。これやらせ話です。じゃあ。じゃあわかりました。僕の方が先に多分ゴールしちゃうから、僕はガミさんと、はい、新幹線のグリーン車でガミさん追っかけますよ。で、はいはいはい、ガミさんがなんかまあついて昼間どっかいるじゃないですか。その現地、はいはい、でガミさん大丈夫ですかとか言って。ああなるほどね。見に行ってあげますよ。あじゃあ先に到着してまずそうそうで僕はホテルにゆっくり泊まって。じゃあそれでじゃあよろしくお願いします。じゃあこれはいただいていいですね。あこれはじゃあぜひお持ち帰りください。わかりました。じゃあ本当に遅くなっちゃうと思うんですけど、秋とかもしくはそういや全然構いません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこういうことでこの動画はここで終わりにさせていただきたいと思います。じゃあスーツコラボでした。じゃあご視聴ありがとうございました。よーい。